皆さんごきげんいかがですか飯島まりです。えー、っと今日はですねあの今さっき、えー、リリースしました私のあの桜桜についてお話ししたいと思います。えー、なぜ今桜桜なのかっていうとあのちょうどまあこういうね日本中が今コロナで すごく大変な時にしかも3月になってそろそろひな祭りっていうねあのそういう時期にちょうどあの重なったんですけれどもあの実はもうあのそうだな今年の初めぐらいから「桜桜」をカバーしたいなって思っていて、えー、そのきっかけとなったのはですね実は、えー、と1978年に。 えー、ベイシティ・ローラーズが、えー、日本で公演をした時に、えー、桜桜を、まあ、どのタイミングで演奏したのかはわからないんですけれども演奏をしたその音源を聞いたのがきっかけです、えー、演奏していたのはあのウーディベーシストであったウーディと、えー、ギタリストである、えー エリック、えー、なんですがお歌歌はエリックが歌っていましたなぜ今ベーシティ・ローラーズなのかと <laughs> あのー、聞かれても説明に困るんですけどまずはですねえー、まあすっごいどっちが先だったかな。 私がベーシティ・ローラーズが一瞬好きだった時一瞬好きだったって申し訳ないんですけどもメンバーだったのがあのパート・マグリンというねあのサイドギターリストがいた時だったんですよで彼は本当にほんの1年もいなかったんじゃないかななぜ好きだったかって言ったら可愛かったそれのみですね <laughs> 演奏もあの テレビとかでで日本での,そのライブを VCT ローラーズのライブを見せる時はいつもこう口パクだった身振り手振りだったんで本当の演奏っていうのは私は実際その頃10代の頃聞いたことがなかったんですよだからちょっとでも好きになったのは可愛かったからですよねでも元々のオリジナルメンバーとかにはあまり興味がなくてもちろん一番人気だったのは。 あのボーカルのレスリーだったと思うんですけども彼でさえ私はあの時興味がなかったあんまり可愛いと思わなかったで今振り返るとなぜ彼がが人気があっったかっていうのは分析でできるんですよちょうどジェームス・ディーンが人気があったように女の子っていうのはちょっと悪な男の子に惹かれるのでちょっと笑った時に曲がる口とか <laughs> なんかそういうちょっとなんだろう危険な匂いがするっていう意味では。 まあ、レスリーが一番ね女の子の心をつかんだんだと思うんですけども私が今回注目したのはですねエリック・フォークのですねエリック、えー、ギタリストのなんでかって言ったらですねそのいろいろ音源をたどっていくうちにライブの映像とかライブの音を発見したんですよ。 でまあマネージメントの出し方の失敗だったのか彼らはそういう目振り手振り目振り手振りとか口パクの映像が多かったんで世の中からも彼らはは本当は演奏がでできなないいいんんじゃないかと思われていたんですよそれがどっこい本当に演奏した音を聞くとですねえレコードよりいいじゃないっていうそれはちょっと荒削りなところありますけど。 演奏がきちっとしてるんですよ。皆さんちゃんと弾けるんです。しかも一人いくつもの楽器が弾けるバンドだったんですね。で、それを発見した時に、私は非常に目からウロコでしてへ。そんな風になんかちょっと軽く思ってたことが申し訳ないとで、その中で一番。私がや,やっぱり才能を感じたのがギターリストのエリックフォークナーですね。 え歌も上手いしギターもめちゃくちゃうまいんですよ。で私あのベイシティ・ローラーズで一番好きだった曲が「デディケーションっていうアルバムの中の「You Are Woman」っていうあの曲なんですけどそれを作詞作曲してるのがそのエリックとウーディでしてまあなんかちょっとね脱帽しちゃったんですよ。 そういうい子供の頃ってクレジットとか見ないで音楽聴くじゃないですかでなんかあ申し訳ないことしたなって同時に私はやっぱりクイーンとかエルトン・ジョンとかホール・アンド・オーツとか、まあ、ビートルズもちょっと聴き始まったりしてそういう時期だったんでやっぱり音楽的にはローラーズをまともには追っかけていなかったんですねで「まあ、It's a Game」っていう、まあ、アルバム 多分そのアルバムは私は家に持っていて土浦にあってまあロサンゼルスにはまだ持ってきてなかったんですけども覚えてるんですよあのちょっと不思議なちょっとメンバーが半裸に半分裸になってるようなジャケットが多分その頃にそうでパッとも抜けたんだと思うんですよでも私が一番好きな彼らのライブはちょうどそのバンドでいざこざがあった後にメンバーオリジナルメンバーだけが残って アランはいなかったんですけども4人でバンドを指導させた時のライブが一番好きでちょ,ちょうどその頃ディスコブームが始まったのかちょっとそういう風にディスコっぽい楽曲なんかも混ぜてやってやっぱりああいうもう世界で超 人気になったバンドも、そういうふうに、やっぱりちょっとなんていうのかな。試行錯誤しなきゃならない時期っていうのは、どのバンドにもあるんですよね。例えば、ディペッシュモードが人気。ずっと、もちろん人気だったんですけども、でも、アメリカのシアトルからガレージバンドみたいな。ガレージで、自分のお家のガレージで発生したようなバンドたちが、パールジャムみたいな。あのすごくこう勢いが上がってきた時に、あのディペッシュモードでさえも。 グランジの音楽をやらなきゃいけないって思ったぐらいやっぱりそういうセロンみたいのに影響されるのもアーティストなんですよねだからディスコブームになった時に多分ローラーズもディスコをちょっとやってみたと思うんですよねとにかく何がきっかけだったか私がねザラっていうねお洋服のお店が好きでそこで銀ガムチェックをまず赤の銀ガムチェックをね見てそれでパートマグリンのあのスコッティーズっていうバン,バンドがあったんですけど ローラーーラズズ抜けた後にスコッティーズというバンドを彼はやったんですよみんなスコットランド出身なんでね。でだからそのギンガムチェックを見てスコッティーズを思い出しパッドを思い出してそしてローラーズに結びついたのかパッドが歌ってるのを見てギンガムチェックに興味を示したのかちょっと順番が定かじゃないんだけどとにかくねそのローラーズ演奏ができるんだって分かった。 そのローラーズのブームっていうのが私の中ではちょっと前に起こって今もそれは引き続きで実は私のあの電話の呼び鈴も自分で作ったんですけど s, s a t u r d a y ナイトという <laughs> あのサタデーナイトを今呼び鈴にしてあるんですけど呼び鈴っていうのかあのリングトーンですねまあそんなわけで話が長くなっちゃったんですけども そのエリックがカバーしてた「桜桜」で心がこう「って思うそういう感じになって私も「桜桜」をやりたいって思ったらコロナの騒ぎでちょうどもうすぐひな祭りの日でということでまあ日本頑張れ世界頑張れよっていう気持ちで今回はこの「桜桜」を私のシンプルなアレンジとミックスでえー 世の中にに出すことにしました、まあお話長くなっちゃったんですけど今私ラジオ番組もやってないしやっぱり私やっぱりあの <laughs> 世の中にどう見られてるか分かりませんよマクロスの飯島マリダの「民命のマリダ」っていろいろ言われてるかもしれませんがもともと音楽家なのですよ。もうめっちゃ音楽家なので あの音楽の話をね毎日の毎日してないのはねやっぱりそれが私にとってとてもサークレッドだからですサークレッドっていうのは神聖なものだからですよ私にとって音楽ってやっぱりそう簡単に語れないものなんですよ簡単にこう出せないものなんですよそういう意味でバレエの方が全然気が楽ですよ趣味なんですよすごい好きでもだからそっちの方が気楽に話せるけど音楽って私にとってめちゃくちゃ神聖なものなんですよ 神のの、ね、お聖書のせいねだから、まあ、こういう機会がないとあのすごい詳しく音楽の話ができないんで今日はこの「桜桜」にちなんでねあのお話をさせていただきましたそんなわけでまあミックスもね自分でまあ練り上げましたよシンプルでも、ね、練り上げたものなんで私はプロのエンジニアではないのでね まあ賛否両論あると思いますけども今はこういう風になんとなくふわーっと言うねちょっとこうおとぎの国のような音にしたかったそういうわけです皆さんご視聴ありがとうございましたこんな風にまたあの語りたいことがありましたらまたねあの皆さんとお話ししたいと思いますそれではお相手は飯島真理でした皆さんどうぞお気をつけて ね、自分を守って、えー、しかも人生あまりね影響されて暗くならないように私もそうなんですけどあの努力しながら行きましょうではお大事にバイバイ